調子あるある。お母さん、僕も新しいおもちゃが欲しいんだけどさ。ダメよ、お兄ちゃんなんだから我慢しなさい。ち、またかよ。なりたくてお兄ちゃんになったわけじゃないのに。嫌いな言葉第一位、お兄ちゃんなんだから丸々。キブちゃん、テストの点数どうだった？99点だった。さすが、やっぱ頭いいね。兄弟姉妹の中で一番勉強の成績がいい気がする。私は現在25歳、そして今日結婚する彼の年齢は37歳。一回りも年上なんです。いっぱい待たせてもらおうと思います。年上と結婚しがち。味臭いよ。ちょっとほら、お風呂してあげたから早く入って、早く。めんどくさいな。テレビ終わってからね。洗ってあげるからおいで。面倒見よすぎて付き合った彼氏がダメ男になっていきがち。必死にバイト代貯めてやっと自動車免許取れた。嬉しいな。それなのに親はなんで妹の自動車学校代を払ってあげてるのよ。理不尽すぎでしょ。下の子の甘やかされ度に内心怒っている。ガチャガチャしたい。昨日もしたじゃない。仕方ないわね。末っ子が一番甘やかされている風潮だが、子供の頃一番甘やかされているのは多分長子。